ウェズ・モーガンは、イングランド・ノッティンガム・シャー州・ノッティンガム出身の元サッカー選手。ジャマイカ代表。現役時代のポジションはディフェンダー。2002年に、地元のノッティンガム・フォレスト FC で、プロデビュー。2012年まで活躍した後、ライバルチームである、レスター・シティ FC に移籍。2013から14シーズン、リーグ1045試合に出場し、 チャンピオンシップ優勝に貢献。2014から15シーズン、30歳にして、念願のプレミアリーグでのプレーを実現させた。シーズン終盤まで最下位に位置した、レスターであったが、最終9節から7つの勝利を積み重ねて、奇跡の残留劇を展開。最終的には14位でフィニッシュした。2015から16シーズン、リーグ戦、全38試合に、フル出場。 ロベルト・フュートとの最終ラインから、レスターの快進撃を支え、プレミアリーグ初優勝に貢献。以降は新戦力の加入、怪我等により、出場機会が減少したものの、持ち前のキャプテンシーで、若手主体のレスターを支えた。2021年5月15日の FA カップ決勝、チェルシー戦に途中出場し、優勝に貢献。2021年5月21日、 シーズン終了後の引退を表明した。イングランドで生まれ育ったモーガンだが長く株リーグでプレーしていたこともあり、イングランド代表に招集されることはなく、2013年にジャマイカ代表でプレーすることを決断。同年9月7日のパナマ代表戦で代表デビューを飾った。ありがとうございます。